どうもこんにちは。久々の声出し動画です。高田馬場駅にいます。今から池袋駅に向かいたいと思うんですけど、皆さんだったらこの行き方で行くんじゃないでしょうか。運賃は136円、2駅。早い、楽、安いで行くことができてお得です。だけど僕は別に急いでるわけじゃないので、なんか他に遠回りで行く方法ないかなって思いついたんですけど、それがね、西武線の特急2本で行くっていう方法です。簡単に説明するとこんな感じです。高田馬場駅から特急小江戸号に乗って埼玉県の所沢に向かいます。所沢から秩父号に乗ってまた都心に戻るような感じで池袋に行きます。金銭面で考えるといい行き方とは言えませんが、比較的には特急2本で行く方法は3つメリットがあると思います。山手線のロングシートに比べてちょっと豪華な座席で移動できることです。2つ目は普通電車に比べて停車駅が少なめで行けることです。最後に3つ目は新宿線では1万系、池袋線では001系、2つの形式の特急に乗れることです。西武線何百回も乗ってきているんですけど、この方法で行くのは今回が初めてです。ちょっと楽しみです。当然特急電車は特急券がないと乗車できないので、ホームの中にある特急券の券売機で早速買いたいと思います。移動です。はい、とりあえずホームの中にある特急券の券売機のところにやってきました。早速買います。所沢までなので大人400円です。大人1枚選択します。所沢をクリック。料金を入れてください。で、400円投入していきます。実は西武の指定席券売機って座席選べないんだよね。はい、お釣りは当然ありません。はい、特急券出てきました。僕が座るのは3号車の 3D 席です。なので後ろの方から乗ればいいかな。とりあえず余談なんですが、高田馬場駅のホームは3番ホーム、平日の朝ラッシュ時にしか使われない4番ホーム、5番ホームがあるわけなんですけど、なんで1番ホームから数えないのかなって僕疑問に思いました。その理由は向かい側に JR 山手線のホームが1番線、2番線で数えるので、西武線は JR 山手線のホームを含めて数えているので3番ホームから始まるみたいです。この駅の他にも西武線だったら相島駅、国分寺駅などがそういう感じになっているみたいです。今日乗る1本目の電車が高田馬場駅に到着です。西武1万系の抵抗制御の電車ですね。 VVVF は1編成だけなので、それ以外はみんな抵抗制御です。電車は13時43分、帝国通り高田馬場駅を発車しました。今までやったことがない特急電車2本で高田馬場池袋の移動の旅が始まりました。所沢までの停車駅は東村山だけです。昔は小江戸号東村山駅を通過していましたが、2013年のダイヤ改正から正式に停車駅になりました。小江戸号って観光のためじゃなくて通勤で使われる方が需要が高そうですね。昼間の時間帯は空席っていうことが多いと思いますが、平日の帰宅ラッシュの時間帯は満席になることがあります。
電車は急カーブをして JR 山手線の下をくぐっていきます。山手線の電車たちには後でダビューに乗った時にまた見えるかもしれませんね。電車は将来地下になる予定の中井野方間を走行しています。2014年ぐらいから工事が始まって2027年に完成の予定です。そうなると13年間工事やってたことになります。長い長い。2027年の西武鉄道が一体どうなっているんでしょうか。どうでもいい話ですけど、僕はその頃25歳です。自慢系にはその時も現役でいてほしいなと思います。今まで地下を走ったことがないであろう2万系3万系が地下を走る姿を見るのがとても楽しみです。西武1万系には一番前の号車と一番後ろの号車に西武鉄道で唯一自動販売機が設置されています。西武鉄道っていうか電車自体に自動販売機があることは珍しいですね。僕を思い当たるには他には京成スカイライナーにあるのしか知らないな。せっかくなんで何か飲み物1本買っていきたいと思います。文章かな。ほらこんな感じにお茶とかコーラとかアロエとあとコーヒーがありますね。よし、じゃあコカ・コーラにしよう。はい、それとお金入れていきます。どうぞどうぞ。今入れてちょっと揺れてるからちょっと入れづらかったですね。ちょっとあと何円だ。コーラだから130円だからあと10円1枚。はい、で、はい、押しまーす。ポチッとな。はい、どれどれ。はい、あ、ちゃんと冷えた状態でコカ・コーラ出てきました。今代々木過ぎたあたりなんですけど、ようやく席に座ります。さっきまでずっと立って撮影していました。電車は皆さんご存知の通り抵抗制御の音を響かせながら走行しています。動画を見ている皆さんはこのキャラクターは何かご存知ですか？ YouTube の投稿機能と Instagram では何回か出てるんですけど、 YouTube の動画で出るのは今回が初めてです。うちのチャンネルのアイコンにもなっているマスコットキャラクターのまさきちです。僕のチャンネルには目標があって、それはチャンネル登録者数1万人です。このキャラクターと共にそれを頑張ろうとしているんですけど、まだ今2700人で登録者が、あと8000人増やさなきゃいけないんですよ。最近はね、前に比べて再生回数が落ちてるなって思ってね、ちょっとがっかりしてみます。視聴者の皆さんがこの子の名前を覚えてくれたら、僕は嬉しいなって思います。あっという間に東村山だな。ただいま東村山駅付近では絶賛高架化工事中です。この映像を見てもらうと分かる通り仮囲いがいっぱいありますね。で、この辺りでは高架橋を作る工事が行われているみたいです。ただちょっと柱みたいなのはまだないですけど、これからどんどんできていきます。で、2024年度に多分全線上下線とも高架化されるかな。まあ、さっき紹介した中井野方間よりも早めに完成しそうです。始まったのはこっちの方が遅いんだけどね。この辺は高架橋の床の部分も出来上がってるから日中の時間帯でもちょっと暗いんですよね。動画に映っている3万系は特急電車の待ち合わせをしている本川越駅です。所沢にはこの電車の方が早く着きます。
東村山駅を発車、次の所沢には2分ほどで到着します。西武1万系の車内に入れるのもあとわずかとなりました。また乗りたいです。ドアの前に降りるお客様がたくさんいらっしゃいました。高田馬場駅を出て26分、所沢駅に到着しました。急行で行くより断然楽です。これから池袋行きの特急に乗るので3番ホームに移動します。新宿線の券売機と池袋線の券売機で色が分けてあります。これは分かりやすいですね。では秩父号の切符買っていきたいと思います。あ、空席ありだ、よかった。値段がいくらだろうな。お、400円、さっきと一緒だ。で、はい、また大人1枚選択して、でちょっと400円なかったんで500円入れます。池袋選択です。てか池袋以外選択肢はないな。まあ所沢から池袋が特急だったらノンストップなので。はい、切符出てきました。この動画とは全く関係ないんですけど、新101系の黄色いやつがなんか止まってましたね。公衆輸送でもやってたのかなと思って一番後ろ見てみたんですけど、何も連結してないですね。一体何なのでしょう。おーおーおお、電車来るのにもうちょい時間かかるかなと思って待ってたらもう来ちゃったよ。てかさっきの高田の場合より明らかにこれお客さん多いな。まあなんせ所沢から池袋はノンストップでこれだと行けるからな。ざっと10人近く並んでたかな、この時が。はい、さてと乗り込みたいと思います。車内に入りました。14時22分、帝国通り所沢駅を発車しました。これから先池袋まではノンストップで参ります。座席に座りたいと思います。まさきち、新宿線の時もそうなんだけどさ、座席には座らないんだね。まあ座らせたのは僕なんですけどね。ちょっとこの子は勝手に動けないので。たまにインスタグラムに君の写真載せるから今後ともよろしくね。大泉学園駅を通過、これから桜台までは高架区間になります。ラビューにとって速さの見せ所ではないでしょうか。
内公園駅を通過。これから先練馬までは複数線区間になります。各駅停車の追い越すところが見れそうですね。桜台駅を通り過ぎたところです。これ坂屋先は普通に踏切があるところを通ってもうちょいで池袋です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点池袋に到着いたします。落とし物、お忘れ物、なさいませんよう今一度お手招きにお確かめください。特急ラビをご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。はい、というわけでね、終点池袋駅の特急専用ホームに入線しようとしています。高田馬場から池袋の特急2本の、まあ、旅が終了しようとしています。余談なんですけど、西武池袋線の特急には今まで3回乗ったことがあります。上り方面は今回が初めてでした。はい、到着しました。ずっと車内に入れるわけではないのでホームに移動したいと思います。所沢を出て21分、終点池袋に到着しました。例えば特急2本で行く旅が終了いたしました。所要時間が1時間ほどで運賃が1334円かかりました。池袋から飯能を特急電車で移動するのより料金が高いことになります。動画の最初でもお伝えした通り、この行き方は山手線で行くより断然運賃が高いです。西武の特急2種類乗ってみたい方はこのやり方をやってみてもいいかもしれません。今回の動画はこの辺で失礼いたします。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。ではさようなら。